ピンピンピンチャンネル。はるちゃんがもうガッツリ寝ると思う。撮っとこうか。見えとんかな、これ。ゴロンしてる、ゴロン。ゴロンしてる、ゴロン。見て見て見て、ゴロン。目的地に近づきました。案内を終了します。 ここまでの所要時間は1時間19分です。運転お疲れ様でした。ここ、はい、矢印の音。もちろんもちろんそうやけど、え、うん、お出迎えはなしのとこ。なしのそうですか、失礼いたしました。ポーターさんが来ると思ったのに。そう、旅経験が多い方ではありませんが、近年はおかげさまでちょっと良いお宿もしくはキャンプか車中泊と両極端、振り幅の大きな旅をさせてもらっていて、標準的なチェックインタイムにお宿に到着したせいか、うっかりポーターさんやギャレーサービスの方が出てこられるような気がしてしまいました。お宿のコンセプトからすればポーターさんはおられなくて当然、私がおバカなのですが、子供連れは荷物が多い、せめてラゲッジカートをお借りすればよかったなぁと後悔。ばあちゃんの部屋。あ、そうそうそう、そうね。ベッドルーム。はい。こっちは。らしいね。布団あるよ。
どっちよだって見て、貝見てすごいよ、すごい貝だ、すごいよ、それもしんどいよ、交代よ、母さんの次、じいちゃん、次ばあちゃんいて、はいはい、貝貝、赤い貝か、ちょっと本町ぐらいで0メートル千原ジュニアは100これバトンのやつだよ、へえ、すごいやそういうことなの、もう自重がひどいんだから、もう自重トレーニングでひどいんだから、ひよちゃんいっぱいおったよ、すごいね、温泉。
私。頑張れ。蹴込み幅がない。真似でいいのよ。なれるヘタレ打ちに行く？降りる？一回。うん、あら。お父さんかお母さん、迷彩のカバン。うん。あー、だいぶ楽になってる。よかった、よかった。そう思った瞬間に降りてこ。階段を上げてくから降りやくんだろう。かっちゃん、御朱印。ありがとうございます。
はるかさん、お兄ちゃん起きたよ。起きた？お兄ちゃん起きたよ。いちごも美味しそうだよ。いちごミルクもあるよ。濃厚いちごミルクもある。サイダーがいい。いちごサイダー。ジェイとかジョイか暑いやんね。410円だって。それをとる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 。実はこの夏、高知旅行の予定。旅行というより娘たちが所属しているよさこいチームが8月12日開催の2023よさこい全国大会に参加するので子守のため随行です。真夏のよさこい祭り、こんぴらさんへの体力は残っている気がしません。ここかたまるや。立ち入り地点です。日本五大うどんって知ってますか？さぬきうどん、稲庭うどん、水沢うどん、五島うどん、氷見うどん。富山県に住む私がちょっと手に入りにくいのは水沢うどんと五島うどん。せっかく伊香保まで来たので水沢うどんを買って帰ろうと思います。人気店たまる屋さんのお食事どころはこんなに行列です。道を挟んだお向かいに直営のカフェ、
の花があります。自宅用は賞味期限4日間の生うどんを、お土産用はもう少し賞味期限に余裕のある一番干しうどんを購入。そして見つけてしまったのはフルーツサンドを買うよね。続く。